はい、どうもこんにちは、ケンサムでございます。さあ、僕はですね、普段ブロガーをやって、あの熊本のですね、美味しいグルメ情報をいろいろお届けしてるんですけれども、まあ、今回はですね、あのテイクアウト特集をやっていきたいと思います。それじゃあ行ってみよう。さあ、じゃあ早速1店舗目なんですけれども、1個目ですね、みんな大好き唐揚げ屋さんのおすすめをねご紹介したいと思います。場所はですね、高平の方にあります、あの夢マートがあるんですけど、そこのね裏の方にあるからね、結構人目につかないところで、あの本当知らない方も多いと思うんですけど、ここのですね唐吉という唐揚げ屋さんの唐揚げめちゃくちゃ美味しいんですよね。ここはですね、あの美味しいのはですね、醤油と塩どっちもありまして、僕はこの岩塩のね塩の方がおすすめなんですけれども、あとですね、ここすごいのが、すごいというかね、特徴的なのがですね、ソースが選べるんですよ。これソース別売りになるんですけれども、ソースがですね5種類ぐらいありまして、韓国とかですね、ヤンニョム、あと油淋鶏とかですね、あと一番おすすめはですね、これなんですけど、黒酢、なんだっけ、黒酢南蛮タルタルだ、これがねめちゃうまいです。あとオーロラソースとかね、別のやつで添えてあってね、それをこう自分でかけて食べるんですけど、このソースが選べるっていうのがね、結構まあ唐揚げさんいっぱい増えてきてますけど、特徴があってね美味しいんですよ。でもちろんここね、あの唐揚げ自体もめちゃくちゃ美味しくて、あの鶏もも肉が使われてます。胸肉じゃなくて、ジューシーなもも肉ですね。でこれがですね、ここも揚げたて宣言っていうのをされてまして、もう注文を受けてから全部揚げていくんですね。これがね非常に美味しい。でここの唐揚げはですね、最近衣が固めの唐揚げ多いんですけれども、昔ながら の, ちょっとこう柔らかめ の, 揚げたてが食べれる唐揚げになってまして、これねマジでうまいです。ニンニクが入ってないんですよ、岩塩唐揚げの方は。だから後味さっぱりで、ね、鶏のなんかこう臭さとかも全くないしね、すっごいジューシー でもうね、これは本当にいろんな唐揚げさん食べていきましたけど、ここの唐揚げ僕好きで結構買いに行くんですよ。はい、というわけで唐吉はねすごいおすすめです。一番おすすめのソースがですね、黒酢の黒酢南蛮タルタルってね、これタルタルのディップするやつと別でもう一個ね、黒酢がついてくるんですよ。だから黒酢をここに入れて、これをこうディップして食べるんですけど、これがねマジで最高に美味しいです。はい、はい、続いて2店舗目ですね、ごおすすめするのはこちらでございます。古泉にあるココバインミーでございますね。はい、皆さんバインミーが最近非常に熊本でも流行ってきておりまして、これね割と早めにできたお店なんですよね、熊本バインミー界ではですね。古泉のですね、寺原自動車のすぐ近くにあるんですけれども、店主がですね、女性が店主なんですけれども、もともとですねオーストラリアのメルボルンでパン屋さんで働かれてたんですけど、一昨年ぐらいに帰ってこられて、でなんか自分でね自家菜園というかね、野菜とか育てながらバインミーも作ってるっていう感じなんですけれども、ここのバインミーね、もうパンから中身からめっちゃくちゃ美味しくて、特にですねもうパンが美味しいんですよ。このココブレッドっていうんですけど、こういうこうホールのですね大きいパン、これも店主がですねメルボルンで磨いた腕をですね生かして毎朝焼いてるんですけれども、これがね卵とか牛乳一切使ってなくて、すごいねサクサクなんですよね。軽い食感で、ここの中にね肉とか魚とか選べるんですけど、肉オア魚みたいな感じですね。あと鶏のレバーパテとかも入ってて、これも自家製なんですけど、めちゃくちゃこのレバーパテがねいい仕事するんですよね。超濃厚な感じで、でも嫌な感じ一切なくてね、そこに、お肉とかですね、あとパクチーとか玉ねぎとかですね、ピクルスというかね酢漬けみたいな感じのがいろいろ入ってまして、この写真で見ていただきたいんですけれども、これね本当もう緑とかオレンジとかね黄色とかいろんな鮮やかな色があって、なんでバインミーってこんな美味しいんでしょうね、本当にね。なんかもう幸せになれるんだよな。ココブレッドで最近パンだけでも販売されてるんですよ。これが非常に人気ということで、できるだけ前日までの予約が必要ということなんですけれども、詳しくはココバインミーのインスタグラムにねありますんで、そこから DM とかで予約してみてください。僕も大好きなお店です。あとねここ1個が結構でかいですよ、本当にこれぐらいだから半分のハーフサイズとかもできますし、最近はイートインスペースで食べていくこともできますんでね、カフェ的な感じでも利用できます。ぜひ持ち帰りしてみてください。ココバインミーおすすめでございます。3店舗目はお弁当屋さんなんですけれども、僕の大好きな穂田久保にありますニューホカホカ弁当でございますね。
ここファンの方も多いんじゃないですかね。12時ぐらいに行くとね、めっちゃすごいですよ。もうお客さんでいっぱいなんですよ。はい、ニューほかほか弁当、ほかほか弁当じゃないですよ、ニューほかほか弁当ですからね。はい、でここですね、非常にレトロな外観と中もね、いい雰囲気なんですよね。注目いただきたいのはですね、この食品サンプルがですね、なんとサランラップがしてあるというね、本当愛くるしい姿でね、もう陳列されてて、これが好きなんですよね。なんとも言えないこの雰囲気で、はい。そしてここのですね、まあ、弁当いろいろ種類があってどれも美味しいんですよ。ただ一番おすすめはですね、やっぱり日替わり弁当ですかね。これ僕行った時490円だったんですけど、すみません、今490円じゃない可能性もあるんですけど、まあワンコインでね、こんだけおかず入ってるのかっていうのがね、この写真に見ていただきたいこの弁当なんですけどね、これすごくないですか。焼き魚からほらね、揚げ物とあと煮物とかさね、いろいろ、この日はですね、僕はロールキャベツとかも入ってたんですよね。すごいっすよね、マジで。何品入ってますこれ、1,2,3,4,5,6,7,8品ぐらい入っててこの値段ですからね。もう近所にニューほかほか弁当があったらマジで最強ですよ。はい、あとですね、チキンサラダ弁当っていうですね、人気メニューがありまして、これ何かというとですね、チキンサラダなんですよ。はい、いやサラダじゃないですよ。そう、チキン、甘いタレにつけた、唐揚げみたいな感じのね、小さくカットしてあるチキンがですね、ご飯と、ご飯じゃないか、ついてくるんですよ。なんでこれチキンサラダって言うんだろうねで、まあ日替わり弁当がね、安くておすすめで、あとテリマヨ弁当とかもね、美味しいんですよ。これね、こうマヨがねかけてあって、このね、もうテリテリにこう浸してあるタレがね染み込んでるチキンですよ。これもね美味しいんですよ。あとまあ定番のね、唐揚げ弁当とかも人気でございますね。はい、ここはですね、基本的に多分500円あればほとんどのメニュー注文できますね。はい、なのでぜひご家族で、友人たちとともに職場の皆さんでですね、注文してみてください。お昼時はかなり混み合いますんでね。じゃあ続いてのですね、テイクアウトね、渋いお店行きますよ。はい、こちらね、大江の、本当ね、マンションの1階で販売してるキーマカレーなんですけどね、くっちゃん亭というお店でございます。ここね、すごいですよ本当に。ちょっとね、車で入るとき注意が必要なんですけど、道が狭いんでね、普通の住宅街なので、そこだけ注意していただきたいんですけど、お店の前に駐車場が2台分あってですね、でもう本当にテイクアウト専門なので、そこで買うだけなんですけど、ここのですね、キーマカレーね、すっごい美味しいです。はい、ここのキーマカレーはですね、なんか僕ですね、チキンカツじゃなくて、カツか、とんかつとトッピングして注文したんですけど、このビジュアルからすごくないですか。なんかこうゴロゴロとしたキーマが入っててですね、でライスがしっかりね、黄色い色してるんですよ、サフランライスというかね。はい、でここのカレーはですね、キーマカレーなんですけど、割とね、トマトのちょっとこうキリッとした酸味が効いててね、これが非常に美味しくて、なんかちょっとこうミートソースとカレーの中間、ちょっとカレーよりぐらいの感じのキーマカレーなんですけどね、本当に美味しいんですよ。はい、ちょっとさっぱり感があって、ここにサフランライス絡めて食べるとね、すごい美味しくて、あ、そうだ、カレー1個ね、お弁当500円なんですよこれ。そうで、それに大盛りが50円とかで、でルーの大盛りは100円とかなんで、ご飯とルーどっちも大盛りし、でも結構ここね、並盛りでもご飯の量が半端ないぐらい入ってるんですよ。でそこにゴロゴロとね、キーマカレーのゴロッと感があってね、満足度半端ないので、ぜひねおすすめでございます。分かりづらいので、ちょっとお店のところに枠が黄色い感じでね、丸いくっちゃんてっていうこういう看板があるんで、まあ、それを頼りにですね、丸いじゃないか、営業時間とか載ってる看板があるんですけど、まあ、それを頼りにね、行っていただければと思いますんでね。はい、じゃあ最後のおすすめのお店はですね、またお弁当屋さんご紹介したいと思います。で次はですね、街中の、本当に街の中心の方にあるね、お弁当屋さんなんですけれども、ここね、ちょっと見ていただきたいのは、このインスタグラムがあるんですけどね、ここの公式インスタグラムすごい力入れて更新されてて、これ見てたらね、行きたくなるんですよ。めちゃくちゃ美味しそうなんですよね、このインスタの中の
なんていうの、もう全部ね押し寄せてくるんですよ、迫力が。でここの弁当ですね、比較的お値段高めというか、まあ、700、800円ぐらいが平均なんですよ。普通お弁当屋さんって500円ぐらいなんですけど、700、800円ぐらいなんですけどね、ここはねその価値があるんですよ。なんでかっていうと、おかずがもうもりもり入ってて、でですね、基本はここ宅配が9割なんですね。宅配9割、買いに来る人1割で成り立ってるっていうふうに店主がおっしゃってたんで、で近くに市役所とかですね、街中にある企業さんとかに宅配で、行かれてるお店なんですけれども、もちろん自分から買いに行くこともできるんですよ。はい、で行ってみたところですね、こう開けたらもうキッチンなんですよね。そこはもうキッチンなんですよ。びっくりしました。僕最初行った時、あ、間違えましたってなったんですけど、ここで注文できるということでね、買ってきたんですけど、もう忙しそうにねお弁当が作られてるんですよ。でおすすめのお弁当こちら見てください。海苔弁当、ちょっと見てください、この上からのカットとか、これすごくないですか。もうご飯が見えません、てか海苔が見えませんね、上からね。はい、で一個一個これ見ていくとね、ほんとこだわりが詰まってまして、まずですね、入ってるのがちくわとか唐揚げとかですね、塩サバ、焼きサバとか入ってるんですけどね、左側の方にね明太オムレツが入ってるんですよ。これ店主がねフライパンで一個一個丁寧に巻いてるんですよね。これこの姿見てね、もう本物だなと思いましたよ僕は。で中にね、もうトロットロの中にもう半熟の明太子がねたっぷり入ってまして、こんな海苔弁当なかなかないでしょ。で唐揚げもね一個はこう大きくて味が染み込んでてうまいんですけど、あとね塩サバのこの焼き加減見ていただきたい、この塩サバの絶妙な焦がしっぷりですね。はい、これが素晴らしい。あと海苔弁当ですね、僕結構海苔弁当はですね、うるさくて、海苔弁当、ここの海苔弁当はですねちゃんと海苔に切れ目が入ってます。素晴らしいね、素晴らしい。やっぱ食べやすさが重要じゃないですか、海苔弁当ってね。海苔がピラッてめくれたらもうテンション下がるからですね。はい、でそこにしっかりカツオというかね、ふりかけみたいなのが潜んでいてね、美味しいんですよね。もうマジでこの海苔弁当、海苔弁当いくらだっけ、690円、700円ぐらいですね。700円ぐらいで買えますんでね。あとですね、店主おすすめの定番メニューでささみの梅肉竜田揚げっていうのもありまして、これもねうまいです。もう定番のねささみ、ふわっとしたささみに大葉か、大葉と中にね梅肉が入ってて、それをこうカラッと揚げてあるんですけど、これもねすごくさっぱりした後味でね美味しいんですよね。でここですね、メニューが結構半年に1回だったかな、なんか変わるんですよ、半分ぐらい。だからね毎回なんかいろんな新しいお弁当に出会えるというね、ぜひ詳しいことはインスタグラムに載ってますんでね、概要欄に貼っときます、お袋弁当のインスタも。はい、そこチェックしてみてください。多分きっと行きたくなると思います、インスタを見たら。素晴らしいインスタの活用例だと思いますね。今回は僕の、今考えるですねおすすめのテイクアウトを5店舗紹介してまいりました。もうどこもねおすすめでございますんでね、ぜひ、買いに行ってみてください。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。他の動画もぜひご覧ください。